本日は御殿スカイラインコース十国峠ケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このケーブルカーは全長316メートル、高低差101メートル、平均勾配18度、最急勾配22度、頂上まで3分で参ります。十国峠とは頂上からはるかに十カ国を見渡せるところより名付けられたと伝えられ、十国とは昔の読み名で、伊豆、鶴岡、東東海、信濃、武蔵、上総、下総、阿波、相模の十カ国の人です。海抜770メートルの頂上からの展望は、その名の通り、浦箱根随一の景勝を誇っております。頂上へ参りますと、この地を訪れた皆様の旅の安全と交通災害ゼロを記念して建立しました。お願い事項があります。また右手芝生の中には、鎌倉幕府歌将軍、源実朝が十国峠より沖合に浮かぶ初島と風手を返す白波を見て歌った歌碑が建てられております。まもなく十国峠へ到着でございます。出口は進行方向向かって左側です。通りの際は足元が階段となっておりますのでご注意ください。1階が売店、2階が展望台となっておりますのでぜひご利用ください。下りケーブルカー乗り場は反対側のホームとなります。恐れ入りますがドアの内側に開きますので足元の黄色い線より下がってお待ちください。ちょっと待って、ドアが開きます。